はい、皆様こんにちは、こんばんは。今日もまた新しく枕目編み、あるいはパラコード編みをやっていこうと思います。そしてこの編み方は初めてではなくて、何回か色違いで、太さのロープの太さも違えて録画してるんですが、これがシャークジョーボーンって言って、サメの顎の骨っていう意味の結び方なんですね。で、今まではもっと太い感じのものを、こんな感じのものを前回に流してるかと思います。これをもっと細くして、そうですね、首が短いブルドッグ系のね、ワンちゃんとか、首があんまり長くないワンちゃんにも使えるようにと思って、あと猫ちゃんとか、それで少し同じ編み方だけども、もうロープの柄を変えたり、これは柄と柄の色違いのも使ってますけども、細身のものを作ろうかと思いまして、今回はシャークジョーボーン、サメの顎の骨という編み方、結び方の OK をやっていきたいと思います。それではまず、この色違いの、同じようにこのまだらな感じの模様のロープですね、パラコードです。で、こちらも色違いのパラコード。で、こちらはワンちゃん用にっていうことで、今用意したのはワンタッチのパーツ、そして D カンの代わりの丸カンですね。これを用意しました。それでは早速始めます。そしてですね、まずはこの今回のこの分は、これやはり2本を1本にして進むやり方、結び方なので、これをまず1本にする作業から入ります。これはまあ何回かやってますので、もうご覧になってご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、まず1本にしたので、今日はちょっとまあ比較的やりやすいだろうなと思われるやり方で進めてみます。このまず芯を取ります。この芯を取って、片方を細くしたいので、まず芯を抜きます。ついてますね。まずは芯を取り除き、で、こちらを細くします。ちょっとね、1センチぐらい炙って、ここら辺も少し細めに、硬くした方が作業が楽なので、ちょっと固めたいので1センチぐらいの長さを温めました。そして反対側も芯を取り、なんかこちらは硬いですね。はい、芯が出てきました。はい、これで芯を切り取りまして、しごきます。しごいたら、こちら側はね、ちょっとこのバサバサしてるのをカットしますね。ちょっとこのバサバサは鬱陶しいので、これカットして、で、少し頭の太いやつを差し込む、あらら、ああ、これかなり締まって作ってあるから、ちょっとバサついたのはカットします。もうちょっと本当は千枚通しより
がもう少し若干太いと楽なんですけども、まあ一応これで、このバサバサしてるところを固めます。ざっとです。これは落ち着いてくれるためにやるだけですから、この千枚通しの太さ通りにならない方がいいんですね。そうしましたら、次に反対側の色のもの、これもちょっとつついて芯を取り出します。はい、でこれもちょっと先っちょばらついてるので細くしたいので、できるだけ余分をカットします。それでここをできるだけ細めに、このぐらい結構固めに、1センチ先固めにしました。で、これ反対側も同じように処理します。ちょっと千枚通しを入れて。少しばらつきを抑えます。そうしましたら、どちらでもよかったか。そしたらですね、まずそしたらこちらの青い方の先端を細くした方、これをもう一度溶かして、このタイミングはあるんですが、溶かしてこの中に差し込みます。そして再度またこの周りを差し込まれた方、差し込まれた方に火をあぶって、ここを両方つけます。くっつけさせます。はい、そうしたら次にこれを そしたらこれを やはり下からですね。多分ね、ここが、はい、この塊がこの穴の中は通り抜けませんので、これ一応どっちが長いか調べて、同じ長さにしてるんですが、同じですね。そしたら心持ち、どちらかの中心をつかむのではなくて、心持ちどちらでもいいですから、こうやってはループを作って下から入れます。で、当然ジョイントしたところは穴通りませんから引っかかります。それで それでまずここに輪カンを入れちゃった方が楽ですね。先にここに輪カンを入れてしまいます。そうします。はい、そうしました。これを外して
これが表側ですね、輪管がついてる方が。で、これが表の反対側になります。こういう形になりますね。とまた温めて小さくします。じゃないとこれ平べったくしちゃいます。じゃないとあそこの狭い口に入りませんので。で、この並びになってましたから、この並びで、そうしましたら下から上に通して、芯の長さを今回は23センチに設定してしまう、やります。これ裏ですね。このロープがねじれないように調節した方が作業がきれいに早くやりやすいです。はい、ここが23センチ。あのロープの入り口からロープの出口まで、はい、下から上に出しました。そうしましたら、ちょっとこっちに必要のないのはしっかり押さえておいて、じゃ今度はこれを長い方を内側にねじりまして、下から最初入れましたから、今度は上からここに入れます。そうするとこのように輪っかがループの中にくぐってますよね。そしたら今度これもこれと一緒にここから出したいんです。で、こっちの押さえてる芯と同じ寸法になるようにピンと張って、こちらの余分の方を引っ張ります。そしたら今度は逆側、長いロープを内側に入れて外側に引っ張り出して、で今度は上から表からこの隙間を十分開けて、表から差し込みます。この時ちょっと平べったいのが邪魔してるようであれば細くしてください。で、それでも入りにくいようだったら、こうしてまた少し先を細く、やりやすい作業にしてください。そしてここにできるだけギュッと片側に寄せて上から差し込むと、こうやって頭が出やすいです。これはもうギリギリの幅の10ミリ1センチの幅の、やっぱ一番ちっちゃいのを使ってるんですけども、もしこういうのできつすぎて作業がしにくいようであれば、もっと幅の広いのを選んでもよいと思います。で、この片側、もう片側の芯と長さを揃えるために調節をして締めていきます。ごめんなさい、失礼いたしました。ここなんかちょっとおかしいなと思って、ここから出すの忘れて、これ出さないとしっかりしたものが作れません。これを忘れてました。
芯が揃えましたら、地味な方を U 字形に曲げて、で、柄になる方、模様のようになる、この模様になるものの方を、の柄ロープを、下から、まずは、こう横にします。で、これを柄になる方を、ここから、中から真ん中に割り込んで入って、抜き取ります。そうしましたら、このあたりでちょっと留めつけます。動かないように。もう少し先に行ってもいいんですけど、もう一個ぐらいやりますか。輪っかにして、隣の2本目の芯の下を通り、これをこの真ん中に入れて、どっちの芯も真ん中に一旦はくぐらせるんですね。そしてここからです。はい、これは同じ作業を繰り返すんですね。左に行ったら左側に、右に行ったら右側に、真ん中に通す、そして表に出てほしいロープはやっぱり真ん中に入って、これは表に出てほしいので表に顔を出させる、でこれを締める。はい、このあたりでちょっと押さえるしましょうか。で、この時に3本両サイド、もうあのロープもずっと一緒に一緒に刺しちゃって構いません。で、真ん中にも一応、結構これ指に当たると細いので私痛いのでね。で、これは真ん中垂直じゃないと入りそうにない。垂直でないと入りそうにない。3本ぐらいやっといた方が安定感がいいようなので。よいしょ。はい。で、これでしっかり止まりました。そしたらまた同じです。これが地味な色の方が中に入りましたら、これが表に飛び出す方が上に来てますから。で、これも真ん中に入れたら、これはこっちの輪の中にくぐらせます。こうなりますね。はい、そしたらまたこう同じです。必ずこの柄になるもの上側に出てます。で、これを真ん中にくぐらせて、で、これも真ん中に行って隣の輪から出る。
地味な色は輪から出ることはないんですね。真ん中に通すだけ。いつもいつも左に行っても右に行っても、はい、輪っかをしたら真ん中に出し、これは真ん中に入ったら輪から出す。で、同じことの繰り返しです。U字形に曲げて真ん中に通して、通しっぱなし。で、これは上から行って、真ん中からまた外に顔を出させる。これです。この繰り返しです。これを行き止まりまでしますね。そこまでが一段落です。はい、元の位置に戻ってきました。行き止まりまで編み上がりました。そしたら後ろに返しますと、ここが2本並んでますから、今度はここをもう一つ1列並べないといけません。下から切って、通しまして、ここを輪郭の中を通ります。そして今度この通したここにこれをそのまま流れて通します。一応ここのまま出しておきます。で、次は同じようにここですね、ここを通します。そして輪カンを引っ掛けて、輪カンを引っ掛けたら先ほどと一緒でここを通したここに間に通します。ギュッギュッとしっかり引っ張り上げて、余分な引っかかりを作らないように、収まりのいいように、はい、こんな風になりました。こうですね、はい。それをひっくり返して裏を出します。裏を出したらこの始末をします。この始末をするのにいつも通りここを ここのループを取って、これを出す。そして、まあそうですね、4列ぐらいになったら安心かなって思いますので、4列ほど通して、はい。で、今度こちらですね、こちらも一緒です。こちらもこっちを通してもいいんですけど、窮屈そうだったら同じところにこれだから、まあ、取って取れないことないと思うんですけど、こっちの方が奥まってるんですよね。こちらにしますか。これをまた同じように、まずは2本。2本通します。で、あと2本ですね。これとこれと、よいしょ。少しこの辺りって結び終わり
頃になったら少し力加減緩めてなさっても、今のすくうところが楽にはなるんですが、意外と緩めるのは緩めるのでね、なんかちょっともう一つ難しいですね。ここと感じが違ってくるのでね、若干心持ちちょっと力を抜いてなさるといいかもしれません。でここで横のように全部通りましたから、そしたら今度ここをカットします。そしたら今度この出っ張りを溶かします。ちょっとまだらなロープだからみんなちょっと目が追いかけるのが目立たないので難しいかと思いますけど、こうすると分かりますので、キュッキュッと溶けてるうちにパッパと押さえてください。金具のところで、はい、これで完成です。当たってみて別に痛くなければそれで OK で、なんかちょこっと尖っナイロンの溶けたのが尖った感じだったら、もう一回その上から当てられるってこれをすると収まります。はい、これで完成しました。サメの顎の骨という名前の編み方でした。はい、またそれでは今日はこれでおしまいですが、ご自分のワンちゃん猫ちゃんの首輪には何メートルのロープが必要かというお問い合わせがあるかと思いますので、その場合はヌードサイズに指の 1,2 本プラスして入れて寸法を測って、その寸法が内径、ここの寸法になります。ですのでその内径を教えてください。そしたら 2.4 ミリのパラコードだと何センチ、何メートル、何メートル何十センチとか何メートルとか、こちらでお答えさせていただきますし、あるいはご自分である程度このロープで使いたいというロープで試しに、まあ、編み物と一緒です。ゲージを作ってそこから寸法を計算出されたらよろしいと思います。で、あとはパーツはそれぞれに手芸材料屋さんでお買い求めいただいてもよろしいですし、もう何しろ面倒くさいから全部一式届いた方が楽という方はその旨をおっしゃってください。寸法をお忘れなく教えてくだされば必要なロープとパーツを送らせていただきます。はい、メールなどでお問い合わせください。では本日はこれにて終了いたします。ご視聴いただきましてありがとうございます。また次回お楽しみにお待ちくださいませ。ありがとうございました。